今日のもしもはこちらです。すごい、はい、今日当てるぞ。家にいるとき地震が、家の中のどこに避難する？ああ確かに。トイレですかね、やっぱりね。あんま落ちてくることなさそうだし、うん、階段逆に何もないから、うん、屋根裏、テレビの前に座って、うん、自分の好きなテレビ番組見て気持ちを落ち着かせるとかですかね。いや、なげねえだろ。あ、むずいぞこれ。落ち着いてテレビつけてメーテレを見る、メーテレのアップを見る。うん、正解。一旦台所で卵焼きを作る。火つけたら危ないだろ。なんだろう、むずいな。ギブアップ。家の中で避難するなら玄関です。逃げ場を確保できる上に倒れてくるものが比較的少ないです。非常用持ち出し袋も置いておくとすぐ外に逃げられます。あ、常日頃玄関のなんか近く下駄箱に何か入れときゃいいんだ。パッて出やすいから玄関に置いてる餃子の像倒れないから大丈夫かな。置いてねえだろ。知れば役立つもしもの時にクイズを間違っちゃってごめんね、ごめんね。